の皆さん、こんばんは、なのだ。今日もばっかりお届けいたしますのだ。右手左手の役割分担を理解して、ゆっくりネパネパ、自動楽譜とにらめっこ、わかった。できるようになっておるのである。左手が難しいときは右手だけ練習してね。先生がきっちり伴奏をサポートします。平音記号が難しいときはゆっくり読んで先生がコードをつけることができます。どんどん右手だけメロディーを弾いてみてくださいね。しっかり先生がサポートいたします。平音記号が難しいときはまずメロディーを弾いて、今度は左手を練習する、部分練習をしてできるようになったらゆっくり合わせてみる。先生も何度も何度も反復練習を重ねて、初めて音のダイナミクスにペダルの踏み替え、どういった音色で弾けばよいのかイメージをしながら練習をします。必ず良い子の皆さんもとっても練習もきちんとしてきてくれるようになりました。練習できない週があっても当たり前なんです。みんな忙しい毎日を送っております。それではまた。サザエさん一家にもタラちゃんにイクラちゃん、ワカメにノリヒーさん、おばあさま、船さん。すみっこ暮らしの一番人気は猫。タピオカ。エビフライ。トカゲ。みんな、とってもユニークな個性の持ち主が、たくさん素敵なお子様がたくさんいらっしゃいます。それではまた。何かやってほしい芸やリクエストなどございましたら、どうぞご遠慮なく、レッスンの振り替えもいつでも可能です。遠慮なさらずに何でもお申し付けくださいね。メロディーを弾いて先生がコードをつけてきっちりサポートできます。エレクトーンも可能です。スタジオジブリの曲から弾いてみたい曲を臨機応変に弾かせてあげることがピアノ大好きになるコツだと思います。それではまた。ななっぱー。
初でじゃんけんぽん。たまご。あ、6歳。あ、9歳。11歳。納豆。最初はぐっちゃんけんぽん。あ、くりこ。最初はぐっちゃんけんぽん。チョコレート。最初はぐっちゃんけんぽん。パイナッツブル。すごろくのように、ゴールを目指して共に楽しく学びましょうね。